皆さんお待たせいたしました。トヨタ博物館館長の小倉と申します。よろしくお願いいたします。本日は雨の中、足の悪い中、トヨタ博物館まで足を取っていただきましてありがとうございます。本日開催いたします、企画展、カタル展、ワクドキのレーサーといいますのは、私どもが、トヨタ博物館として掲げております、物語る博物館へということで、車を、もちろん魅力的な車を並べることが、一番なんですけれども、そこに加えまして、車の背景にある、物語を少しでも皆さんにお伝えしていけるようにということで、いろいろスタッフが工夫してくれました。この語る物語を、ビデオでも展示しておりますけれども、本日はですね、赤いジャンパーを着たスタッフがですね、待っておりまして、直接皆様からご質問あればお答えできるように構えておりますので、どうぞご遠慮なく、スタッフの方にですね、何か気になる点がありましたら、聞いていただければというふうに思います。それから、この企画展コーナーだけではなくて、本館の、常設展の中にもですね、ワクドキの連鎖に絡むスポーティーな車の中にですね、いつもと違う展示の工夫が少しずつ暮らしています。中にはですね、フェラーリの512といったですね、今まで展示されていなかった車なんかもございますけれども、そういった車と、今までの常設展の中の連鎖反応を少し楽しんでいただければなというふうに思います。こういった工夫と、来年1月にはですね、また語る会ということで、こういったテーマに掲げたものと有識者の方々をお招きして、トークショーをやるというようなことも計画しておりますので、またそういったことも今後、楽しみいただけるように、我々努力してまいりたいと思います。本日はお越しいただきましてありがとうございました。では、これにて開会させていただきます。